JAC で一番学んだことっていうのはやはり人との接し方で、接した上で何をどう一緒にやるかっていうことだと思いますね。というのも、まあ、JC 青年会議所っていうのは確かに建物もあるし名前もあるんですけれども、青年会議所 JC っていうその組織自体は何をやれとかこれをしなさいとかこうした方がいいよっていうのを一切言わないんですよ。要は箱ですよね JC。 そこで結局メンバーが誰と手を組んで何をするかっていうのが JC の運動活動につながってくると思うので、その中で自分が8年間在籍した中で、まあ、毎年毎年違った役職があって、いろんなあの職業でバックグラウンドを持った人と一緒に協力をしてですね、一つの目標に向かって役割分担をして成し遂げたっていうのが一番の思い出というか勉強になったことですね。まあ自分の会社だったり自分の業界だったり、ね、心地よくて楽なんですけれども、やっぱり青年会議所の中でこうやって違ったあの組織から来た人と交わって、なかなか普段生活して仕事してる中では経験できないことなので、自分はやはりさまざまな人と交われて一緒に、時には涙も汗も流しながら頑張れたっていうのが一番学んだことだと思います。そうですね、一番培って仕事で生きたことは、文章を書くことですね。というのは、まあ、それがなぜかと言いますと、まあ、JC やる上で事業計画書議案というものを書きます。でよく世間一般で A4 ペライチって言いますよね。何かやりたい時にこういう理由でこうしたらこうなるという、そのやっぱりペライチを作るのに相当 JC で鍛えられて、結果としてですね、まあ、自分行政に結構陳情したり要請をしたり、まあ、国とか県とか市をですね納得させなきゃいけないような結構シチュエーションが多くあるんですね。その時にその議案で培った A4 ペライチにこういう背景があってこういう問題がありますと、でなぜこれをしなきゃいけないか、でそれをしたらこうなりますと、本当に、それは自分のスキルになりましたね。ここは本当に JC に感謝で、おそらく JC をやってなかったから、やっていなかったらこのようなスキルというか多分今の文章力には到底及ばないレベルだったんではないのかなと今になって強く思います。はい、まあ、思い出というかですね、まあ、自分が2022年に理事長をさせていただいた時に、まあ、多くの新入会員ですね25名の拡大をできたっていうことが、まあ、一番思い出に残っています。まあ、自分自身ですねあんまり営業とか仕事でも得意というかあんまり気が向かないタイプで、それも結構挑戦チャレンジだったんですね。で多くの理事役員のメンバーだったり那覇 JC のメンバー、県外のメンバーにも拡大では助けられました。本当に自分の一番今まで避けてきたというかやってこなかったことにチャレンジをできて、で人の力を借りることができて、その拡大の結果を残せたっていうのがすごい組織のために、 JC の次年度、その次々年度 JC の将来につながったっていうことも含めて、自分の中では一番、2020年ですね理事長をやった時のその拡大の結果、そのプロセス、一番思い出に残っています。やはりJC っていうのは人に始まり人に終わるんだなと感じてます。はい、ちょうど2019年の7月にですね、総会があって、そこで、次年度の、まあ、選任をされまして、理事長所信を、まあ、書いていたんですけれども、まあ、その時は、まあ、コロナはなかったんですけれども、まあ、あってもなくても結果やったことは同じだったんですけれども、やっぱり人を残さなきゃいけないということで、まず会員減少が
もう著しくて、2020年のスタート時47名という、 もう数字が出てましたので、まず、数を増やすと、会員のということを、第一に考えました。で、会員も含めて組織改革をしなければいけないなということにも、着目をしてですね、2019年までは室長というポストがあったんですね。理事長がいて、副理事長がいて、専務がいて、その間に院長があるんですけれども、その間に、まあ、中間管理職みたいな形で室長というポストがありました。そこもちょっと手を加えてですね、まあ、人数が減ってるっていうことを悲観的に捉えるんじゃなくて、坂田にとってもう抜本的に組織のスリム化をしようと、室長というポストをなくしました。で、委員会数も5、6個あったのをもう4つの委員会だけにコンパクトにしました。で、それは消去法で小さくなったんではなくて、翌々年に向けてですね、出発点になるような年にしたかったのも正直ありました。逆に役職の数が減れば役職に就かない人たちも増えるわけですね。で、その人たちメンバーがすごい大事で、自分が理事役になれなかったっていうネガティブな思いじゃなくて、自分の役割がに気づくと思うんですね。まあ、ロムだけではなくて、沖縄の地区だったりブロックだったり本会だったり出向するかもしれませんし、その4本のラインしかない委員長委員会を助けることができると思うんですね。多分おそらく結果としてその時の分母の数は小さくなったんですが、次年度委員会数も増えて理事役員のメンバーも増えたと思います。その礎を作りたかったっていうのが、自分、理事長を就任するときに、組織の在り方として、目指したものですね。まあ、あともう一つあって、那覇 JC 会館 の、 レイアウト、今こう理事会やるときってこのコの字になってると思うんですよ。で、当初円卓にしたんですね。この字を円卓にしました。要は長机をこう八角形にして円卓にするようにしたんです。で、なぜ円卓にしたかというと、会議って机と机でこう向かい合うとどうしても対立構造になってしまうんですよ。で、中華料理皆さん食べると思うんですけども、円卓って丸いんで敵対関係にならないんですよ。みんな整体してるじゃないですか。それをちょっと取り入れて、コロナが、来たのか2月なんですけども、1月2月と予定者の会議はあえて意図的に、円卓にしました。そういう建設的な意見の場にしたっていう強い意図があってですね、まあ、結果ソーシャルディスタンスを取らなければいけなくなって、従来のちょっと間引きしたこの字のレイアウトに戻ったんですけれども、先ほど その委員会数と理事役員の室長を廃止したっていうところも含めてですね、これも組織改革、組織を目指す上で、自分が、決定したことですね。そうですね、まず、新入会員の皆さん、そしてまだ、入会して歴の浅い皆さんに、強くお伝えしたいことは、とりあえず役職を依頼を受けたら、ちょっとして背伸びしてできるもんであれば受けてほしいと。で、その上で、全力でやりきってほしいっていうことを、お伝えしたいですね。で、自分も8年在籍させていただいて、正直最初の 1、2 年、まあ、ほぼスリープ会員だったんですよ。でもスイッチを入れてくれた、先輩がいてですね、3年目ですか、やっぱり人が人にスイッチを入れるんで、役職を受けないことにはですね、プレッシャーもかからないし、スイッチを入れようと思っても入れられないんですね。ダメならダメでいいと思うんです。でもチャレンジ、とりあえず何でもしてほしいと思います。ただやはり後悔はしないでほしいんですね。役職を受けて失敗してもまた次に挑戦して成功すれば、それは成功への道筋だったと思うんで、反省はいくらでもしてほしいと思います。で、ただ役職を受けなかった、断った、やらなかったことに対しての後悔って一生残ると思うんで、私も少しだけ後悔あります。でもほとんど反省で、やってよかったっていうことしか、今感情として持ってないので、もちろんうまくいかなかったことが多いですけれども、それもあるので、ぜひ役職はどんどん受けて、で、役職の代償ではないんですね。自分がどんな役割を求められてて、周りのメンバーとどうやって協力して
どう自分と組織を高め合うかということだと思いますので、全力で打ち込んでほしいなというのが私のお伝えしたいことです。はい、本業はですね、私の業界は海運業になるんですかね、カテゴリーとしては。今この事務所も泊大橋のたもとの若狭のクルーズバースのとこにあるんですけれども、貿易国際の物流 のコンサルティングっていう業務と、あとは大きなクルーズ客船が、この沖縄の港に入ってくる時の、船舶代理店っていう、業務を、主に、メインとしてしております。まあちょっとコロナ禍になって客船は、2年弱ストップはしておるんですけれども、物流でも海外とお客さんをつないだりですね、例えば何か輸入をしたい輸出をしたいという時にこういうルートがありますよ、こういう手配ができますよ、あと言葉の面で不安があればですね、代行してその英語でメールを打ったりですね、コミュニケーションを取ったり、そういう業務をしています。で今年、11月にちょっと新規事業を立ち上げまして、会社の定款を変えましてですね、ちょっとミュージシャンデビューをしまして、20年前から音楽をちょっとジャズとかロックやってましてですね、趣味で続けてきたんですけれども、まあ人生一度きりで、もう私も今年40になって2度目の成人式を迎えたにあたって、もう人生一度きりやりたいことをやろうと、で JC ラストイヤー今年1月秋になってからですね、ちょっと機材を買い足して作曲をちゃんと始めまして、11月の27日にクロノスという12曲入ったインストゥルメントのアルバムを全世界の配信、オンラインで配信をさせていただきました。これからは、それもありますので、要はレコード会社なんですね。で著作権の管理をします。でそこに今所属するアーティストは個人としての私、会社の代表じゃなくて個人のアーティストとして、契約をしてまして、まあ、この先もですね、まあ、ライフワークとしてですね、1年に1枚ぐらいアルバムは出していきたいなと思っております。あ、すみません、社名忘れてましたね。株式会社リュークスという会社です。今年今創業して9期目になりました。ぜひ貿易だったり物流だったりインバウンドの件だったり、この音楽制作でお話があったら、ぜひご相談いただきたいなと思います。以上です。入会を迷われている、皆様、習うより慣れろっていう言葉があるんで、迷ってるなら入ってください。入ってやらってやめればいいと思います。でも入らないでぐちぐち言うのが一番人生もったいないと思いますので、まず実行あるのみです。そして仲間と汗かいて自分を良くして地域も良くして、みんなで、世の中を良くしていければいいかなと思います。ぜひ入会してください。 We want you.